プライド・オキムは、日本の競争馬主な勝ち倉に2004年の全日本2歳優勝及び、兵庫ジュニアグランプリ、2007年の船橋記念及び、放置グランプリカップ、2008年のクラスターカップ。2004年8月15日、札幌競馬場での2歳新馬戦でデビューし、9着。2戦目で勝ち上がり、続く500万下条件戦も勝って2連勝。 10月のデイリーハイ2歳ステークスは13着に終わったが、11月、そのだけ馬場での兵庫ジュニアグランプリで2着、レッドペガサスに5馬審査をつけて、重勝初勝利を挙げ、12月の全日本2歳優勝も、シーチャリオットなどを下して、G1 競争を制覇した。3歳になり、一時は、ケンタッキーダービーや、ブルーグラスステークスへの遠征も計画されていたが、 白紙に戻される。山歳初戦のスプリングステークスは15着に終わり、5月の、兵庫チャンピオンシップもドンクール、アグネスジェダイに続く3着に終わる。ユニコーンステークス、ジャパンダートダービーでは、金引きりの5着、6着に終わり、ジャパンダートダービーのレース中に、膝の剥離骨折を発症して、休養に入る。 休養後、2006年1月のネギシステークスで、復帰するもマーチステークス2着を最高に勝ち星が上がらず、2006年9月1日付で、JRA の登録を抹消され、船橋の川島正幸旧社に移籍した。移籍後、12月26日に、能力試験を通過し、移籍初戦となった2007年1月の、 船橋記念では逃げるグローリーウィナーを捕まえ一馬審二分の一差、り避けて、58秒1の、レコード勝ちで地方初勝利。管理する川島も、この勝利で通算700勝を達成した。2月の放置グランプリカップもシーチャリオットを一馬審査、り避けて、重勝に連勝を記録した。その後戦列を離れ、翌二千八年一月の船橋記念で復帰して、 ディープサマーの2着。2月の放置グランプリカップも2位に入選したが、3着に、こ着。続く3戦は3着以内に入らなかったが、8月の、クラスターカップは、デビュー3ヶ月目の川島翔太郎を安定に、レコード価値を収めた。その後は、休養を挟んで8歳まで10戦したが勝てずま前に、終わり、2010年7月9日付で、 地方競馬の登録を抹消された。登録抹消後の消息は不明。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、地方競馬全国協会に基づく。2位入選交着。ありがとうございます。